アウグスト・シュライハーは、ドイツの言語学者。インオー語族の比較文法を体制し、以後の言語学に、大きな影響を残した。はじめ進学を学び、ついでインオー語を専攻した。1850年に創設大手プラッハン・ユーロッパス、インシステム・ティッシャー・ウーバー・シックドをまとめた。彼はここで、ゲオルク・ビルヘルム・フリードリヒ・ヘーゲルからの強い影響の、元に、言語は、 段階的に発展、成熟、崩壊する有機体であるという理論を唱えた。また、屈折後、膠着後、孤立後の三類型を確立し、これらの関係も彼の理論の枠組みで考えた。彼は言語を生物になぞらえるのが適切であるとし、競争を経て変化していくものであるとした。これは、チャールズ・ダーウィンによる進化論の提唱に数年先立つが、 進化論の影響ではなく、ロマン主義やドイツ関連論に基づくものと思われる。むしろ進化論の方が、当時の言語学主張をアナロジーとして利用したとの考えもある。シュライヒャーは、1853年から、プラハ大学で、比較言語学の教授を務めた。1857年からは、イエーナ大学で哲学の学部の教授を務めた。 1853年には言語を生物と同じように分類し、さらにそれを配列して、系統樹として表現した。後に、イエーナ大学の同僚となったヘッケルとも議論を交わしている。シュライヒャーの考えには、独断的な部分も多いが、系統樹説は、以後の因語語研究に決定的な影響を与え、現代まで続く、比較言語学の基本的な考えとなっている。また、 陰謀祖語の再高を試み、推定した祖語を用いて、偶話を記した。47歳で結核のため亡くなった。ありがとうございます。